働く女性のグループ23と申します。私どもは、働く女性が職場、雇用形態、業種を超えて女性と労働の視点でつながりたい、出会う場を持ちたいという目的で活動しているグループです。職場でトラブルを抱えて雇用や仕事に関してちょっとした疑問を持ちながらも、同じ職場の人には相談しづらい、そんな人たちが集まって自分の思いを打ち明けたり、互いの疑問を聞き合う働く女性の、お茶ぶり会というものを定期的に開催しております。いきなり弁護士やユニオンなどに相談しに行くのは敷居が高い、気が引けるといった方にまずこのフラットな場所で話してもらうことで自分の問題点を整理できたり、パーメントにつながるのではないかといった思いで始めております。こちらのおしゃべり会にもぜひおいでいただけたらと思います。で、今回の企画なんですけれども、私どもがこの企画を考え始めたのはもう今から1年近く前のことになりまして、で一応そう活躍社会などと謳われながらも女性の賃金格差、男女の賃金格差は埋まらないままだし、非正規、女性の賃金格差や非正規の格差が広がらないままですし、労働者派遣法は改正されてしまいます。雇用の劣化は進むばかりで、そういった不安の中でこれからの働き方というものをどう考えたらよいのか、身長体重や同一価値労働、同一賃金というものから学びたいねというところから始まりました。で、そんなところ、折しも講座直前のタイミングにして、安倍首相から同一労働、同一賃金という言葉が、飛び出し、話題を呼んでいます。しかし、この首相の同一労働、同一賃金の発言が、発言は私たちが学びたいねと言っていたこういったものとはあれちょっと違うんじゃないかなといったもののような気もします。でそういった部分なども今日伺えたら良いなと思っています。 では、本日のプログラムについてだとご説明いたします。お手元に配布した、資料で本日のプログラムというのがあると思うんですけれども、まず第1部、タイトルは同一価値労働同一賃金とは、実例から見える女性の賃金と現状のあるべく未来の姿について。で、本日は3名の、講師の方をお招きしております。ペイエクイティコンサルティングオフィスの矢上文子さんと、シングルマザーズフォーラムの赤石千恵子さんで、ジャーナリストで和光大学教授の武田美恵子さん、3名の方をお迎えいたしております。で、第1部ではこのタイトルに合わせて、それぞれ、3人の方にお話をいただきます。そして第2部では第1部のお話を踏まえて3人の講師の方にフリートークをしていただきます。